正解もないし間違いもないんで、自分たちの判断で多分使い分けしてると思う。それが難しいですよね。すごく仲良くても先輩ってつけたりするし、くんとか、まあ、もちろんさんもありますし、そこの境界線がなんか本当に富士吉田だけの文化なのかはまだ分かんないんですけど、検証全部を検証したことがないので、この辺のエリアの人たちは、まあ、富士五湖地域は、はじめ、どうも集中チャンネルご覧の皆様、まやんです。本日はですね、先輩、年上の人を先輩と呼んだり、さんと呼んだり、くん付けで呼んだりと、そこの狭間は何なのかというのをちょっと今日ゲストと一緒に検証してみたいと思います。本日のゲストはあきら先輩です。例えば若干仲いいんだけどおっかないなって自分の気持ちの中で腹積もりがある先輩のことは何々先輩って呼んでるのかなとか、そういうとくんって呼んでる先輩に失礼なのか。まさゆくんの、はい、こっち来て思うんだけど、はい、まさゆくんたちの世代でなんとかさんとかなんとか先輩とか、はい、なんとかくんっていう、はい、そのなんか使い分けってすげえ感じるよね。それを何かと思ってて、はい、先輩にくん付けとかさ、うん、あだ名とかさ、うん、ぶん流れてる。例えば地元秋田の先輩は、うん、全部先輩で統一しますか。先輩か、遠かったらさん、近いは先輩、遠かったらやっぱさん付けっていうのがあって、もうこれ絶対、これ富士吉田ない地域のないでしょ。こうなんか富士吉田市もないでしょね。俺こっち来て思ったのが、ね、まさりくんの先輩だってね、まさりくんもくん付けで言う先輩が一緒に飲んでて、はい、いるじゃん、はい、ありえない、飽きたじゃん。なんなんですかね、この例えば標高が関係してるから。標高なのかな。富士山も近いからちょっと千葉の関係で脳みそ狂ってるから。例えば、うん、まさりくんあんまなんとかするあ、いますよ。でもそのなんとか同じようにリスペクトしていて、なんとか先輩、なんとかさん、なんとかくんの使い分けがどこで線引きしてるのかは自分の答えがないんですよ。へー、結果本当俺てっきり使い分けしてると思ってたんだったら、しっかり自分の中で線引きしてるかなと思って。言われてみてそこの線引き、よく考えると線引きではなくて自然と一番最初に知り合ってからの流れでなんとか先輩、これは倍なんとか、これは実はあって、うん、使い分けが先輩に関して、目上の人に関しては、うん、なんとか先輩って近い、この自分の野球部の先輩の後であったりとか、自分の高校の先輩であったりとかはなんとか先輩なんですけど、なんとかさんっていうのは自分の目上の人で知り合いっていう使い分けはしてる。で、後輩も親しい人間はもう全然呼び捨て、あ、なんとかくんっていうのはちょっと離れてる自分の知り合い程度の後輩っていうふうにっていうのに決めてて、はい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 、自分が7年前に富士吉田市に来た時に思い出したの。先輩後輩ありながら先輩後輩のは分からないような会話をこの世代言ってます。僕らの世代だけなのですかね。昭和58年自分の後輩からだと正弘くん、後輩に正弘、後輩に正弘がないでしょ、さすがに。後輩に正弘くんって呼んでる人多くないですか。多い多いです、ね、正弘がないでしょ。拓磨は正弘さんだよね。正弘がないでしょ、後輩に。さすがに仲いいところはたまにいますよ、正弘って。ありますそうね、中学校の酒場の席じゃなくて、ね、一個時代あんま聞かないよね。まあまさひろくん、まさひろさんが多いんじゃない。あとまーやんさんもありますね。まーやんさんは多いね。まーやんさんは多いね。これ山梨来た時に思ったことがあって、みんな J リーガーから俺カズカツ、ペアサワカツ、武田カツと。でもある意味
それはね、すげえ、うん、いいなと思って。やっぱ5万人都市なんで、こう、本当に仲いいところはもう本当に仲いいんだろうな、年齢差は関係なくて、だからそれは、ある意味羨ましかったね。あ、まあ、俺が言う、まあ、今でもあるんだけど、なんだろうな、かしこまりがないっていう、先輩が言ったら絶対っていうのが、こんな40にもなってもあるわけだよね、はい、それがないよね。富士吉田市特有の文化、いや、本当に特有の文化だよ。あ、世界遺産、世界遺産ですね、確かにですね。だってこっちじゃ当たり前のことが、例えば他県から来て、うん、違和感があるって、うん、こんなざっくり話してって、あんまり言わないでしょ、うん、言われたことなかった。いや、ないと思う、あると思う、絶対に。俺も東京出てバイトしてた時、全部さん付けで呼んでたわ。呼ぶでしょ、さすがに。あ、そうですね、当たり前ですね。呼ぶでしょ。バイト先の全部の上司っていうか、メールの人は全部さん、さすがに魔災力になって呼ぶでしょ。来るはなかったっす、ないでしょ。ああ、本当にこれ答えは意識して使ってないと思いますね。使ってない、使ってない。ああ、これ多分このチャンネル最後まで見てくれた人とかは、いや絶対みんなね、いや、そんなね、賛否両論あるかもしれない、賛否両論ないけど、あるかもしれないけど、絶対自分たちの中である、これは使い分けって。いや、この使い分けっていうのをコメント欄、ああ、そうだね、自分はこうだっていうのをあって、これもう全然大丈夫。どう思うのかをコメント欄に、こう、先輩さん、くん、目上の人に、自分より年上の人に何を使うのかをこうコメント欄で書いてもらいたい。最終的に決議してもらって。あ、そうですね。そこまでみんなちゃんと。そこまで、そこまで最後まで見て。富士吉田市で、富士吉田市はこう行こうぜとやってもらって。あ、でもね、迷う。あの、他県から見てちょっと迷う。ちょっとこれは面白いなと思って、ちょっと動画に上げてみました。ぜひコメント欄で、あなたが思う目上の人の呼び方、書いていただけたらありがたいと思います。バイバイ。